韓国はやばいっす。絶対復活できないです。死ぬまで戦う。日韓問題なんですけれども、はい、日韓問題どう見てます、堀井さん。問題指殺人っていうらしいですよ。スマホのなんかコメント欄がめちゃくちゃらしいですよ。なんかスマートや SNS の。だからメンタル弱い人はあれにやられちゃうんでしょうね。あと日本以上に何だろう、清廉潔白を求められるというか、そういう傾向ありますよね。うん、で一回戦われ始めると、うん、本当に死ぬまで叩くぐらいな。そのメンタリティが外交にも反映される部分もあるのかもしれないですね。ほらなんか性接待疑惑とかあったじゃないですか。あれとかもすごい激しく叩かれて、だから韓国で叩かれるともう韓国ではもう二度と浮上できないらしいです。だからあの実際からの子も日本で再デビューというか、うん、日本はまだ優しいと思いますよ、韓国に比べると。堀江さんも大復活してますもんね。韓国はやばいです。絶対復活できないです。死ぬまで叩く。それがなんか良しとされているというか、社会的にそれが容認されてるっていう、悪いことしたんだからしょうがないっしょ。人権問題も含めて日本の検察制度に対するその批判も海外から強まってるじゃないですか。だからこれって改革の圧力になるんですかね。いや、なってます。なってます。だから裁判所が検察めちゃくちゃ批判してるんですよ。これまでは本当に裁判所は検察の言いなりでしたからね。で裁判所ってでも世論をすげえ気にするんですよ。要は海外からの今回圧力すごいかかってるんで、はい、変わるかもしれないけど、うん、検察はやっぱり強いですよ。オールマイティですね、日本の検察は。でもね、韓国とかに比べるとまだマシ。韓国は本当すごいから。ビッグバンのね、VI 性接待疑惑で超絶バッシングですよ、うん、日本ってまだ復活できるけど、うん、もう彼らは復活できないって言ってましたね。あとほら、セオール号の船長とかさ、あー、ありましたね。あの大韓航空のナッツ姫とかね。北朝鮮と変わんねえな。そうか、めちゃくちゃ怖いですよ。日本のメディアも僕結構やられましたけど、やっぱりそのわーって一箇所に固まってく、うん、その集中豪雨みたいなやつはもうどうしようもないよね。今の忖度報道もそうだけどね、まあ、これは今後令和時代変えていかなきゃいけないところですね。堀江さんの解説聞いてよく分かりました。まあ、変わんないと思いますけど、ね、変わんないですか。鉄を作れない国にロケットは作れないんですよ。なるほど。まあ、鉄っていうのは何かっていうと、うん、ただの鉄じゃなくて、うん、特殊鋼なんですよね。つまり硬かったりとかするやつ、ね、タングステンとかモリブデンとか入ってるような鉄ですよ。これはすごいテクノロジーで、これは何に使われるかっていうと、部品を作るための部品に使われたりとかするわけです。例えば工作機械のジグだったりとか、部品を作るための機械なわけですけど、工作機械ってそれ用のジグを作ったりとかするようなものってのは特殊鋼が作られないとダメなんですよね。韓国に技術が流出したって事件になってたでしょ。ポスコにあの新日鉄の日本製鉄の技術者が移籍して秘密を持ち出したみたいな。鉄は国家なりって言いますけど、まさにその特殊鋼は国家なりなわけですよ。例えばじゃあそれをインドネシアとかフィリピンとかで作ろうと思っても、まずその特殊鋼の技術もない、まあ、製鉄所もないけど、うん、ってなるとまずそこから作っていかなきゃいけないから、それ頑張って1901年に八幡製鉄所を作ってよかったですよ。そりゃ、まあ、そっからの明治時代からの積み重ねがあって今に至ると。1日にヤクルトってグローバルで4000万本以上売れて、うん、飲まれてるんですけど、日本人ほとんど知らないですよね。でヤクルトレンジ90万人とかそういうレベルじゃないですか、はい、グローバルですからね。僕ヤクルトが一番すげえなと思うのは、うん、韓国で韓国企業だと思われてるってところがすごいなと思ったんですよね。日本企業が全然ダメなんですよ、韓国って。売れないってのはまあそのイメージ、うん、昔の日韓関係を引いてるのももちろんあるし、うん、やっぱ日本に負けるなみたいになってるんだけど、うん、そこで韓国企業だと思われてるぐらい売ってるっていうのがすげえな、うん、ヤクルトレディってシステムがね、うん、うまくいってんのかなっていう、うん、要はまあワーキングマザーを支援するっていう、うん、ヤクルトは結局ね現地の雇用をすごい生んでるのが一つと、はい、ヤクルトレディなんでその期間中子供預かってるんですよ、うん、グローバルでも生活インフラを飲み物以前にヤクルトレディで作り上げてるっていうところはね、ものすごく大きな、うん、多分だからファイナンス機能もあると思うんですよね。韓国も戦後に経済成長が起こった時にキリスト教の信者がもうわっと増えて、はいはい、なんであんなにキリスト教の信者増えたんですか。シャーマニズムと融合したから。日本人が考えるすごい真面目なクリスチャンっていうのは、はいはい、韓国にもいますけど少数派なんですよ、うんうん、そうじゃなくてもう日本のさっきの新宗教と同じような形で、うんうん、なんかこう神がかりしたり減税利益を与えてくれるとか、そういうキリスト教が拡大した。日本でも拡大しそうなもんなんですけど、やっぱどうなんですかそこは。やっぱりね、仏教とか神道が強いんですよ。それはやっぱり歴史と連動の問題ですか。そうですね、韓国はやっぱりその
朝鮮王朝の時に、まあ要するにあの韓流ドラマの時代劇の時代に儒教中心だったから仏教弾圧してるの。そうすると仏教の基盤っていうのが非常に弱くなって、宗教的空白ができたところをキリスト教が埋めたっていう。なるほど、そういう構造だと思いますね。日本って意外とそういうのなかったですよね。そうです、明治維新の時だけです。やっぱりまあ島国っていうことが大きいですよね。外側からこう宗教の別の勢力が入ってくるってことがあんまりなかったから。だからまあモンゴルに負けてたら状況は少し変わってたかもしれないけどですね。ポルトガルとかスペインの宣教師がやってきた時代も、ね、はい、あれでも結局最終的には追い出しちゃうわけですから、ね、宗教がやっぱり外側から入りにくい構造だから、やっぱり統一教会なんかも韓国から来てるわけで、そんなに爆発的に増えなかったっていうのはやっぱりそういう環境みたいなのが大きいと思いますね、はい、確かにそうだよな。韓国のハロウィンについて、でもさ、韓国ってやっぱ激しいからさ、あれでまた大統領の責任だとか、あるよね、あります、あります、セオル号の事件みたいな感じだもんね。誰か絶対吊るし上げて無期懲役とかなるんだよね。そう怖いよ、恐ろしいよ。絶対誰か主犯格を見つけないと収まらないですよ。そうだよね、140人も死んじゃったからね。153人か、日本人も2人いますし、やばいよ、やばいっすよあれ本当に。でもだからイテオンでハロウィンとかできなくなっちゃう。できないでしょうね。もうなんかイテオンクラスのあのハロウィンのシーンも見れないわけですね。あそことかなんか削除されそうじゃん。されそうですね。されそうだよ、ね、すげえ大事なシーンなのに。あの坂道は知らないですけど、覚えてないです。いや俺はあの坂道は知ってるんだけど、確かに坂道だ、ね、坂道ですかね、あそこね。もう渋谷もあんなとこあるもんね、百軒町とかさ、百軒棚とか、あの道玄坂小道とかね、うん、でもあんなに人集まんないですよね、さすがに。センター街だけじゃないですか。あ、そうそう、スペイン坂ね、スペイン坂みたいなところ。スペイン坂そう、危ないかも。危ないよね、危ない、危ない、スペイン坂やばいよね、うんうん、あっちは若者が多いですからね、うん、中国人、韓国人が来るし、うん、日本に来るんですよ、しかも、うんうんうん、なんでかっていうと、うん、ゴルフ場が全然ないから。韓国はまず寒いんで冬ゴルフできないんですよ。そうです、ね、北海道と一緒で冬ゴルフできないから、はいはいはい、もう一時期九州のゴルフ場とかも爆買いでしたよ。ゴルフ場ごと買っちゃうわけ。日本がほらバブル崩壊で、土地バブル崩壊で、うん、もうどこのゴルフ場も経営破綻気味になったところに、まあ今アコーディアとか PGM とかがチェーン化したけど、ローカルなゴルフ場とか一部中国人がオーナーだったりとか韓国人オーナーだったりとかっていうのもありますよ。中国もそんなやっぱり経済発展したの最近なんで、うん、でゴルフ場バンバン作るっていう感じにもないわけ。一応共産党だしね、うん、まあ確かに土地は全部中国は国のものなんで、うん、そうですよね、うん、だからあんまりこう庶民が、日本みたいにサラリーマンのおっちゃんが毎週のようにゴルフに行くって特殊ですからね、世界で見ても。なるほど。だから日本とかタイとか、うん、日本人がよく行ってたタイランドとかは結構ゴルフ場ありますけど、ありますよね、日本ほどこの密度でこの面積でこのゴルフ場の数3000とかありますからね。3000もあるんですか日本って。 LINE、うん、社長の井出沢社長がですね、謝罪会見をしておりましたが、彼は元私の部下なのでかわいそうだなと。こんなことでそんな批判されることないのにな、と。別に違法行為をしてるわけでも何でもなく、どちらかというとこれ個人の意識の問題だったりとか、その日本政府の行政の運用ルールの問題であって、そもそもインターネットというのはですね、グローバルで皆さんがつながっていて、データに関してもですね、さまざまなところに置いてあるというのがですね、基本的な考え方。そして分散してどこで災害等が起こってもですね、データが分散化して保持していられるというところが非常に重要な点であってですね、韓国に置いてあろうが、中国から閲覧可能だろうが、それがまあ本来あるべき姿であります。例えばその国家機密に関するようなこと、そういったものをですね、 LINE のメッセージでそもそもやり取りしてる方がはっきり言ってダメですよね。いや本来ならば完全にエンドトゥエンドで談合化して、どこのプラットフォームも通してないようなピアツーピアの完全シークレットのクリプト化されたメッセンジャーツール、あります。どの会社も運用してなくてバックドアもないようなサービスあります。まあ、これ逆に、アメリカ政府とかそういったところから糾弾されています。要は国家の管理が及ばないから困るなんていうふうに言われてですね、されているようなメッセージ、メッセンジャーもあります。普通に使われてますし、私も使ってます。こういったものを使えばいい話であって、そもそも LINE で国家機密に関するような情報をですね、やり取りしてたとしたら、それは危機管理能力のなさであって、法務省がですね、わかんないけど国家機密として他国に漏れちゃ困るようなデータをですね、暗号化もせずにインターネット上で LINE のようなサービスを使っていること自体がまず間違いです。使わなきゃいいだけの話であって、
いや今更知ったよとか知らなかったとかって言ってること自体がまずおかしい。個人がですね、自分のメッセージがあの中国とか韓国に監視されてんじゃねえかとかっていうふうに言われてますけど、じゃあ日本政府だったらいいのかっていう話ですよね。それでも謝るというのがですね、日本の文化なんだと思いますけれども、 LINE というのはですね、もともとライブドアという会社を NHN という韓国のですね、インターネット企業の子会社である NHN ジャパン、こちらの方と合併してできた会社であって、私の元部下もたくさんいるんですけれども、そもそも韓国資本です。 100% 韓国資本だったわけです。その頃ですね、日本の会社ライブドア、なんかアンタッチャブルで、僕はすごいスーパー技術者集団で素晴らしい会社だと思ってたんですけど、事件のレプテーションがあって触れないみたいな会社があって、結局韓国の会社が買収しただけであって、それこそ日本政府とかですね、日本人の危機管理能力のなさみたいなところが現れてんじゃないかなと。日本有数のテクノロジスト集団だったんですけれども、それを韓国の会社に買われてしまってるってこと自体が、まずその国家で考える場合はおかしい話であって、井出沙社長も含めてですね、素晴らしい人材いたんですけれども、全部韓国資本になっちゃった。 Z ホールディングス、まあ、つまりヤフージャパンですね、こちらの方とですね、合弁会社を作って NHN とソフトバンクが半分ずつ出資した会社ができたから、日本にデータがどうのこうのなんて話が表面化しただけであってですね、そもそも前からこれ韓国資本の会社なんだから、そりゃ韓国のデータセンター使ってるでしょ、それぐらい想像、バカでも想像できると思うんですけれども、それを今更上げづらうというのが、僕はすごく腹立たしいかな。